ちの子は絶賛制作中です。唐突に一体何を言ってるんだと思っていますね。冬アニメの放送延期ラッシュに巻き込まれた方々の悲痛な声が SNS にて大量に上がっているんです。各アニメの公式ホームページや SNS で放送延期の告知をしているのにもかかわらず、実際に放送されるまで知らない方が多いようです。録画したものを楽しみにしていて、見ようと思ったら1話が流れ始めたなど、かわいそうで仕方ありません。放送延期の罪は重いですね。今期のそんな散々な結果になっている中からこんな声が上がってきています。もうアニメは全部作り終わってから放送してくれと。確かにこういう意見が出るのは自然な流れですよね。全話納品してから放送日を決めてくれよって思います。そこで今回のタイトルになりますが、推しの子は絶賛制作中です。言い方を変えれば、現段階で推しの子は全話納品してはいませんとなります。こちらは今作で総作画監督としてクレジットされてるアニメーター様の SNS からになります。遅ればせながらテレビアニメ推しの子総作画監督の一人として参加させていただいております。微力ですが全力で頑張らせていただいておりますので、何よりよしなに。そしてこれに対するキャラクターデザイン様の返信がこちら。現在進行形で助かってます。めちゃくちゃ頼ることになると思います。よろしくお願いします。まず創作官様が頑張らせていただいておりますとツイートされています。これは現在進行形で創作官作業をしているということを指しているんだと思います。それに対してのキャラデザ様が頼ることになると思いますと返しています。この頼ることになるというのは、今ではないんだけどもう少ししたら忙しくなるから頼りにしてますと読み取れるのではないでしょうか。何が言いたいかというと、制作現場はまだ佳境には入っておらず道半ばなのではないでしょうか。いやいや、別に今期のように放送延期にならなければいいよとは思いますが、動画工房はすでに2作品の延期を発表しています。推しの子に期待してる声は少なくはありません。派遣アニメなんて声も聞こえてきます。これでは心配になるのも無理はないでしょう。もはや視聴者はアニメの出来はもちろんですが、延期しないという安心感も欲しているように思えるのです。今回は冬アニメの放送延期ラッシュの次のクールのことなので、当然今まで通りのアニメ制作手順になっているとは思いますが、今後この放送延期ラッシュで得た教訓を生かし、アニメ業界が放送前全話納品の流れになってくれれば、少なくとも放送中のアニメを延期するなんてことはなくなるし、さらに放送日前日に納品する地獄のような制作現場にならずに済むのではないでしょうか。冬アニメも折り返しを過ぎて終盤に差し掛かってきました。もし春アニメにも同じような延期ラッシュが起こりそうならば、今のうちに春アニメを諦めてクールをずらしておいてほしいものです。それではまた気になったことがあれば動画にしていこうかと思います。バイバイ。